Hachisuka! Hachisuka! Hachisuka 選手、ありがとうございました。それではここで今シーズンをもちましてチームを離れることになった選手からサポーターの皆様へご挨拶をさせていただきます。特別指定を含め12年このベガルタ仙台を支え、そしてチームの勝利へ貢献し続けてくれた Hachisuka Kouni選手、お願いします。ファンサポーターの皆様、2023年も熱い応援をしていただき本当にありがとうございました。今シーズンをもちましてベガルタ仙台を退団することとなりました。2013年に入団をして大学の卒業式ができず、その中で岩下で僕のために卒業式をしていただいたこと、今でも鮮明に覚えています。ファンサポーターの皆さんと勝った時は一緒にお祭りのように喜んで、時にはぶつかり合う時もありましたが、共にベガルタ仙台の歴史を刻んでこれたことを誇りに思います。今までリャンさん、キンさん、シンゴさんの背中を追い続けて入団当初に抱いたミスターベガルタになるという夢を実現できたかは分かりませんが、自分がベガルタ仙台のためにできることは全てやってきたと思っているので、後悔は何もありません。契約満了を伝えられた時は人生で一番辛く、辛い時間でしたが、優しいチームメイトに支えられて、今では新しい自分の人生にすごいワクワクしています。正直ベガルタ仙台で現役を全うして、ベガルタ仙台で引退をして、今度は自分が裏方として
チームを支えていけたらすごい幸せなんだろうなというのは勝手に頭の中で考えていましたが、契約までを伝えられた時にこのままでは終われないという思いが強くあったので、これからも現役を続けていきたいと思います。そしていつかこのクラブに戻ってこれることができたらいいなと思っています。来シーズンからベガルタ仙台は新監督を迎えます。ファンサポーターの皆さん、これまで以上にチームの背中を押し上げてください。そしてチームに残る選手は躍動することを心から祈っています。最後に住み慣れた仙台の街を通して出会えたたくさんの大好きな人たちと離れるのはすごく寂しいですが、また会えることを信じて頑張っていきます。12年間ありがとうございました。ありがとうございます。